こんにちは、今週の PGA ツアー情報です。先週の AT&T ペブルビーチプロアマは悪天候により最終日の競技が中止、よって54ホールでの決着となりました。後ほど試合内容を振り返っていきます。今週は大人気トーナメント WM フェニックスオープン、日本からは松山英樹選手が登場します。来週はザ・ジェネシス・インビテーショナル、シグネチャーイベント第3戦となります。この試合からネクスト10の枠がなくなり、少人数フィールドとなります。シグネチャーイベントなので松山英樹選手も出場予定、連戦となりますね。まずはいつものように先週の試合を振り返っていきましょう。初日にマキロイのバツダがあったり、3日目でウィンダム・クラークがコースレコードとなる60を叩き出したりと、いろいろなことが起こりました。そして最終日は悪天候により競技中止となりました。PGA ツアーが中止するのはかなり珍しいです。なんとかコンとか最後までやりきるんですが、屋内退避命令まで出ていたようなので、もうどうしようもなかったんでしょう。一応月曜日の午後からは天候が回復する見込みだったそうです。ただ午後スタートで全員がフィニッシュするのは難しく、翌週の試合がシグネチャーイベントということもあって、こういう判断になったのだと思われます。最終結果は3日目終えた時点のこのような形になりました。優勝は3日目60をマークしたアメリカのウィンダム・クラーク。トゥデイ12アンダーでコースレコードをマーク。正直なところ3日目が良すぎたので、最終日はどうなのかなと思ってました。まあやってみないと結果はわからないですが、後続選手の方が有利だった気がします。これでクラークは全米オープン以来の優勝。今シーズンもしっかり1勝と実力をつけてきました。3日目はあと少しで夢の50台でした。15、16、17番ホールあたりで取れそうだったので、ちょっともったいなかったですね。それでもハーフ28はとんでもない記録となりました。2位にはスウェーデンのルドビグ・オーベア、ずっとエイバーグと呼んでいましたが、ゴルフネットワークさんでも故障変更、そして本家の配信を確認してみてもオーベアと呼んでいましたので、当チャンネルでも故障変更します。そのオーベアですが、積んでるエンジンが違いますね。何も力んでいない状態でさらっとやってこの位置につけているような、今年どれだけの成績を残すのか本当に楽しみです。3位にはマシュー・パボン、先週の優勝はまぐれではなかったことを証明。2打差だったので最終日チャンスでしたが、まあしょうがないですね。日本人選手の結果ですが、今回は松山英樹選手が出場、71位タイでフィニッシュしています。初日75で出遅れてしまい、そのまま大きく修正できず、3日目はインスタートで2アンダーでした。先週良かっただけにちょっと残念な結果となりました。ペブルビーチ自体ほとんどプレイしたことがなかったので、その部分が出たのかもしれません。来週のフェニックスは修正して臨んでくれると思います。優勝予想としていたローリー・マキロイは66位タイでフィニッシュ。やっぱりヨーロッパとアメリカでは違うんですかね。確実に上位に入るとか言ってましたけど、ほんとすいませんでした。では AT&T ペブルビーチプロアマを終えての世界ランクです。今回は大きな変動がありました。優勝したウィンダム・クラークが4ランクアップで6位、トップ10の勢力図が変わってきそうな予感がします。ルドビグ・オーベアが16ランクアップであっという間に11位、間違いなくトップ10に入ってくるでしょう。ジャスティン・トーマスとサム・バーンズがトップ20に戻ってきました。松山英樹選手は54位のまま変わらず、久常涼選手は2ランクダウンの76位につけています。続いてフェデックスカップランキング、こちらも優勝したウィンダム・クラークが61位から一気に3位へ。シグネチャーイベントは700ポイントなので大きいですね。トップ3は当然今季の優勝者となっています。松山英樹選手は62位、久常涼選手は55位となっています。では今週の PGA ツアー情報です。2月の第2週は NFL の決勝スーパーボウルがあるので、アメリカ全体がお祭りムード。 PGA は観客動員数屈指のイベント WM フェニックスオープンを予定しています。その観客動員数ですが、毎年50万人を超えるほどで、平日でも10万、土日は20万人というとんでもない規模です。昨年はシグネチャーイベントの一つでした。ただ今年は AT&T ペブルビーチがシグネチャーイベントとなり、さらに来週のザ・ジェネシス・インビテーショナルもシグネチャーイベントのため、フェニックスオープンまでシグネチャーイベントだと3戦続けてということになります。
シグネチャーイベントにしなくても元々観客を呼べる試合なので、あえて戻したのかなと思います。今年のシグネチャーイベントは大口スポンサーが選ばれている傾向もあります。前年度の優勝者はスコッティ・シェフラー、19アンダーでの優勝でした。一昨年もプレーオフの末スコッティ・シェフラーが優勝しているので、今のところ2連覇中。同一大会を3連覇したのは史上6人しかおらず、その偉業にシェフラーは挑みます。複数回優勝している選手も多いトーナメントです。シェフラー・ケプカもそうですし、2016-17 年は松山英樹選手が大会連覇しています。ちなみにミケルソンも3度このトーナメントを制しています。あとこの大会はプレーオフまでもつれることが非常に多いです。過去10年でいうと5回プレーオフまでもつれています。開催コースはアリゾナ州スコッツデールにある TPC スコッツデールスタジアムコース。パー71、7261ヤードのセッティング。パー71なので結構距離は長いです。フェアウェイの広さは寛容ですが、起伏がかなりあります。なんといっても注目は上がり3ホール全方位スタジアムになっている16番ホールのショート。332ヤードのパー4ながら罠も多い17番ホール。ティーショットの置きどころが難しい18番ホール。とにかくこの3つのホールが毎年キーポイントとなっています。では、WM フェニックスオープンの注目選手10人です。他にもジャスティン・トーマス、サヒス・シガーラ、キャメロン・ヤング、ミン・ウリー、マシュー・フィッツパトリック、ウィンダム・クラークらが出場予定です。シグネチャーイベントとシグネチャーイベントの間の試合ですが、トップ選手がかなり参加します。さて、この中からさらにピックアップした選手を紹介します。ピックアッププレイヤー1人目は日本の松山英樹選手。これが今シーズン5試合目。直近4試合は予選落ちなくまずまずですが、ちょっとこう波に乗り切れていないというか、まだエンジンがかかりきっていないように見えます。原因としてはいろいろとあるんでしょうけど、やっぱりパッティングが良くないですね。スタッツにも出てます。初戦のセントリーなんかはスムーズに強めのタッチができていましたが、またちょっと元に戻ったというか、余計なお世話とは思うんですが、やっぱりパターを変えてみたりしたらどうなのかなとは思います。練習ではいろいろ試してるんでしょうけどね。ファーマーズ、AT&T、ペブルビーチ、フェニックス、そして来週のジェネシスと4連戦になります。その後は3週ほど休んで、アーノルド・パーマー・インビテーショナルに向かうと思われます。このコースは得意にしているので、なんとかトップ10に入りたいところです。ピックアッププレイヤー2人目は、ベルギーのトーマス・デトリー。ようやく PGA でも頭角を現してきました。以前から注目していたので、やっぱり来たかという感じです。スイングの美しさはツアーの中でもトップ5に入ります。アダム・スコットにスイングが似ていて、背格好もほぼ一緒ですよね。PGA ツアーではまだ勝ったことがなく、意外にも DP ワールドツアーでも勝ったことがない選手です。同郷のトーマス・ピーターズはリブに行ってしまったので、彼には期待しています。ピックアッププレイヤー3人目は韓国のキム・シウ。キム・シウをピックアップした理由は、この大会韓国人選手が結構上位に来るからです。直近ではイムソンジェやイキョンフンが上位フィニッシュしています。今年はまずまずの成績で体の調子も良さそうです。腰痛が持病みたいなので、ちょっとそこは心配なところです。割と気性が激しいというか荒いところもあるんですけど、ハマった時の強さを持っている選手です。過去にはプレイヤーズも勝ってますからね。先週の感情を見ていても自分のペースでゴルフがやれているので、そろそろ来てもおかしくないかなと思います。ピックアッププレイヤー4人目はアメリカのスコッティ・シェフラー。偉業となる3連覇に挑みます。今のシェフラーだったら十分に達成可能ですね。ここ数年で大会3連覇に挑戦した選手は何人かいますが、確率的には今回かなり高いと思います。そして今年も相変わらず強い。とても高い安定感があります。まず予選落ちしないですし、その上で必ず上位に来ます。やっぱりパッティングの不安は消えておらず、スタッツも悪いですが、それを凌駕するだけのショットがあるので問題ないです。マキロイ次第ではありますが、しばらくはシェフラーの世界ランク1位はキープできるんじゃないかなと思います。でも何が起こるかわからないのがゴルフなので、突然絶不調になったりする可能性も十分にあります。シェフラーに関しては今週末特集動画を出すので、よかったらご覧ください。
では今週のトピックスです。 PJ ツアーが巨額契約を結ぶ。先週 PJ ツアーはストラテジックスポーツグループとの契約に合意したと発表しました。金額は30億ドルという桁違いの額。初期投資額は15億ドル、およそ200人のプレイヤーが PJ ツアーの株式を受け取ることになります。配分については実績やツアーのステータス等によって決定されるそうです。 SSG はサッカープレミアリーグのリバプールを所有しており、複数の投資家と企業の集合体です。アメリカ MLB のボストンレッドソックスも所有しています。この契約が意味するところは大きく、今後の PIF との交渉、そして PJ ツアーの持続可能な運営に大きな影響を与えます。 SSG 自体は以前から投資に興味を持っていたグループで、噂通り契約まで達したことになりました。 PJ ツアーとしては資金の確保ができて最良の結果となりました。ただ今のところ一番大切なファンを置いてけぼりにしている状態なので、重要なのは今後の動きですね。続いて態度を軟化させるマキロイ。リブ発足時から PJ ツアーメンバーが離脱するたびに攻撃的なコメントを繰り返していたマキロイですが、ジョン・ラームが移籍したあたりから態度を軟化させています。以前は感情的になりすぎていたことを認め、さらには最近選手会との対立まで起こっているそうです。 PJ ツアーのトッププレイヤーで構成されるグループチャットから離脱したことが報じられています。何でもグループ内で明らかに異なる見解があったとか。今回の SSG との契約により選手会は PIF との合併は必要ないと考えているようです。ただマキロイはゴルフ界全体を考えた時に、分断するのではなく一緒に前進したいと考えているそうです。その一件を受けて選手会長のジョーダン・スピースがローリー・マキロイと電話で対談、お互いの意見をぶつけ合ったとされています。ここまで意見を180度変えたマキロイの背景には、一緒に戦ってきたヨーロッパの戦友たちが続々とリブに移籍したことが大きいと思われます。この問題は大きな火種となり得るので、なんとか収めてほしいなと思います。これでローリー・マキロイがリブ移籍なんてことになったら大変なことになりますね。最後にゴルフ界のスターと野球界のスターがタッグ。最後に明るい話題を一つ。ゴルフ界のスタータイガー・ウッズと野球界のスターマイク・トラウトが新コースを設立中だそうです。タイガー・ウッズに関しては説明不要かと思います。マイク・トラウトは大谷翔平選手が所属していたロサンゼルス・エンジェルスのメンバーで、アメリカ野球を代表するスラッガーです。2人はニュージャージー州南部にある、その名もトラウト・ナショナルを訪問。タイガー・ウッズがデザインした新設コースの進捗を確認しに行ったようです。マイク・トラウトはタイガー・ウッズとローリー・マキロイが立ち上げた TMRW という会社に投資しており、ゴルフの発展に尽力しています。ちなみに TMRW には大谷翔平選手やバスケのステファン・カリー、歌手のジャスティン・ビーバーらも投資を行っています。こういう取り組みは素晴らしいですし、ワクワクしますよね。最後にパワーランキングと優勝予想です。公式1位予想はジャスティン・トーマス。調子は完全とは言えないまでも戻してきましたね。今季は昨年みたいなことはないと思います。スコッツデールでは6度のトップ20入りが評価されているようです。公式がシェフラーを1位予想から外してきたというのがちょっと意外です。それだけ3連覇の確率は低いと見ているかもしれません。以下はまあ順当なランキングですね。個人的優勝予想はシェフラーと言いたいところですが、韓国のキムシューとします。時点でトーマス・デトリーです。トップ10には入りませんでしたが、松山英樹選手が12位にランクされていました。スコッツデールを得意としていることがしっかり評価されています。最近は寂しいことに松山選手がなかなかパワーランキングに入らないので、今回は期待したいです。それではまた次回お会いしましょう。